ドナウイバーロシュは、ハンガリー、フェイエール県の都市。ドナウ川の右岸にあり、首都ブダペストの南およそ67キロメートル地点で、ある。戦死時代から人の定住があった。ローマの遠征軍は、この地に、インターシッサという中東地を作っていた。10世紀初頭、マジャル族がパンノニアへ侵入、統一国家を形成した。ドナウイバーロシュの前身である。 定住地がアールパード王時代にすでにあったことが発掘調査で判明している。後に地名となるダナ・ペンテルのペンテルとはギリシャ出身のキリスト教聖職者聖パンテレーモンにちなんだもので、市内にある聖パンテレーモン修道院もこの聖人につながるのである。15年戦争の最中であった1541年から1688年まで村はオスマン帝国の支配下にあった。 この時代に村は打ち捨てられ、誰も住むものはなかった。トルコ支配からの解放後、ドナウ川沿岸の定住地がそうであったように、ペンテレのマジャル人人口は移住してきたセルビア人にとって変わった。ノードたちがドナウ川沿いの村でラバン国として使えることを拒絶すると、ペンテレはドイツの支配下に置かれ、再び見捨てられた。ペンテレのセルビア人住民は、 ラーコーチの独立戦争に参加したため、マジャルジに従者もなく戦後激減した。第二次世界大戦中、町は爆撃で被害を受けた。ハンガリー人民労働者と中央委員会は、1949年に鉄鋼コンビナートで重工業に従事する労働者のための住宅を建設することを決めた。1950年代に五年計画で始まった都市建設において、市は、 スターリンの都市を意味するスターリンバーロシュと呼ばれた。ありがとうございます。